皆さんこんにちは。今日はね、僕の家の近くにね、アラビア料理と書いたキッチンカーがあって、前から気になっていたんだけど、どういうものかなと思って今日はそれをね食べてみようなと思って来ました。じゃあ早速行って注文してみたいと思います。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。 あれ、沖縄の人じゃない？はい、少しね、少し英語しゃべるね、日本語しゃべる、すみません。いえ、大丈夫。失礼します。エジプト人？エジプト人です。おお、はい。どんなのがありますか？これ、アラビア風料理、エジプト料理ですね、うんうん、これメニューです。これがメニュー。はい。あ、じゃあね、はい、エビが入ったのがあるね。はい、コシャリ、はい、一つお願いします。はい、はい。これは酢。はあ、で、さっきの赤いのは？これは、うん、辛いソースね。辛いソース。はあ、あ、これは酢です。これを入れて食べる。この2つを混ぜて。はい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 。これセットです。はい。いくらでしょうか？750円お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとう。キャンディーはお願いします。お、キャンディーも、はい、これキャンディーサービス。あ、これはいです。ありがとう、はい、これ皆さんの国のもの。はい、はい、ありがとう。はい、もらってきまして。はい、もうちょっと聞いていい？はい、大丈夫です。今忙しい？はい。あのさ、お名前何さんでしたっけ？私はアハマドさん。アハマドさん。はい。アハマドさんはどうして沖縄に来たの？あ、今はフォリア。フォリア。はいです。なんでここに来たの？これ2017です。ん？2017、私これね、2017年にこっちに来た。はい、はい、です。もしかして沖縄の人と結婚した？はい。あ、それで。はい、です。ああ、ね、沖縄にはアメリカ人はたくさんいるんだけどエジプト人って、はい、あんまり見たことないからね、はい。じゃあ早速今買ってきたアラビア料理、エジプト料理ね、これを食べてみようかなと思ってますが、これです。なんていうメニューだったかはもう忘れました初めてのエジプト料理かもしれない。辛いソースとね、お酢、これをかけて食べなさいと言ってたから、これを食べてみようかなと思っています。いっぱいエビが入ってるね。じゃあ早速これに、まずは辛い方、そしてその後にお酢をかけてみたいと思います。じゃあまず辛いの、僕はあんまり辛いとちょっとね厳しいんで喉がガサガサになるからね。そしてお酢、これもこれぐらいかけとこうか。さあ、じゃあこれをこのスプーンでかき混ぜてみよう。あ、ご飯じゃなくてマカロニ。あ、下の方にはご飯もあるね。お、あ、そういうこと。あ、エジプトの人もご飯食べるんだね。あ、
豆も入ってるし、こんな感じでいいのかな。さあ、じゃあ食べてみよう。いただきます。アラビア語では何て言うのかね。いただきますね。じゃあ食べてみよう。一瞬タコライスのような雰囲気もあるね。うん、エビがいっぱい入ってるから、エビが入ってるところも食べてみよう。あ、おいしいねこれね。豆も入ってるし、なんか元気が出そうな、そんな感じがする。この一瞬タコライスみたいな感じって言ったのは、さっきの辛いソースだね。多分エジプトも暑いからこういう辛いのを入れてるんだろうね。うん、美味しいです。皆さんもぜひ行ってみてください。